明日が見えなくてそこを知れぬほどに、はい、神岡俊です。還暦やのに頑張っております。はい、こんな感じですね。僕、ソロになったのはですね、 DVD ブルーレイ初の発売決まりました。絶対に買ってね、楽しいよ、よろしく。夢を重ねればいいのかさえわからない、生き抜くことに迷い悩み込んだり、今の自分の姿情けなく嘆いたり。